クルック・アレクサンダー・ハインリヒルドルフ・フォン・クルックはドイツ帝国の軍人。最終階級は陸軍上級大将。第一次世界大戦諸島に西部戦線で第一軍を率いてフランスに侵攻したがマルヌ海戦で撃退された。プロイセン王国のベストファーレン地方ミュンスターに生まれる。1865年にプロイセン陸軍に入り、 翌年の広島戦争や1870-71年の不仏戦争に従軍。1896年98年、ベルリンの第一軍管区司令官。1906年に大将に昇進し、1913年に第八軍監察長官に就任した。1914年8月に第一次世界大戦が勃発すると、クルックは、 西部戦線左右翼の第一軍司令官に任命された。プロイセン参謀本部の作戦計画であるシュリー・フェンプラーによれば、ドイツ軍は総力を挙げて、ベルギーを突破して、フランス軍左翼の背後に回り込み、パリを包囲するように攻撃して、連合軍を早期に包囲撃滅し、ついで東部戦線に転じて、ロシア軍を叩き、対戦の短期間での勝利を目指していた。 このためクルックの第1軍の到達目標は、フランス軍最左翼の後方にあたる、セーヌ川下流とされていた。しかしこの計画はすぐに頓挫した。クルックの上官にあたる、第2軍司令官ビューローや参謀総長モルトケが第1軍に対し、前線の穴を開けないために、パリをシュリーフェン計画で想定された正方ではなく、南東から攻撃するよう命じたこと、 英仏連合軍の抵抗が予想以上に強力だったこと、そもそもこの機場の計画自体に現実的でない欠点があったことなどが理由であった。クルックの第一軍はパリ全面にまで到達したが、その時、第一軍と第二軍の間は 40km も開いており、英仏連合軍がその間劇を突こうとして、丸の海戦が始まると、モルト家は海戦を切り上げて第一軍と、 第2軍に対しエー n 側までの 80km の交代を命じた。この際第1軍が包囲殲滅されることを恐れたクルックが独断で早期の交代を命じてシリーフェンプランの破綻を招いたとして後に批判された。丸ヌ海戦以後、戦争は残酷戦となり長い膠着状態が続き、ドイツの短期間での勝利の可能性は失われた。翌1915年3月、 クルックは前線視察中に榴弾の破片に当たり重傷を負った。この際プールルメリット勲章を受章。翌年10月、予備役に編入され第49不評連隊の名誉連隊長とされた。クルックは1915年に設立された水曜会に加盟していた教養人でもあった。1934年にベルリンで死去し、 ベルリン郊外にある一族の墓地に葬られた。ありがとうございます。